ウエストランド・ウエストミンスター試作初号機の G ・エイプル。1958年ファーンボローにて、ウエストランド・ウエストミンスターは、1950年代の英国のウエストランドエアクラフト社で開発された大型貨物ヘリコプターである。本機は2機のガスタービンエンジンを搭載し5枚ブレードのシュローターと初期には、剥き出しの後にハフで覆われた交換フレーム製の胴体を持っていた。 設計と製造は政府の援助を受けないプライベートベンチャーとして行われたが、ウエストランドエアクラフト社が競合するヘリコプター製造会社を参加に収め、その社の先進的な計画を支中にした時点でウエストミンスターの開発は中止された。ウエストミンスターは1950年代を通してターボシャフトエンジン装備の10クレーンヘリコプターを作り上げようと努力してきた。 ウエストランドエアクラフト社の最初の成果であった。ウエストランド社の計画には、ローター先端に3機のアームストロングシドレーサファイアエンジンを装着した450座席の兵員輸送用の W90 型まであった。1954年にウエストランド社は、民間市場向けにターボシャフトエンジン搭載のシコルスキー S-56 のライセンス生産を、するための調査を行った。 同社は、この提案に対して、軍事上が援助してくれるものと見込んでいたがこれは、当てが外れた。1958年6月にウエストランド社は、シコルスキーエアクラフト社と S-56 のシュローター、ギアボックス、テールローター、トランスミッション、操縦系統を含む、ライセンス生産権の取得に合意した。政府の冷淡な態度が続く一方で、ウエストランド社は、 S-56 の関連技術を使用するが、動力源には2機のネイピア E ランドターボシャフト、エンジンを使用する重クレーンヘリコプターの設計をプライベートベンチャーとして進めることに決定した。当時、ウエストランド社はエセックスの開発に傾注しており、ウエストミンスターの開発は細々と行わざるを得なかった。 当初は40座席の短距離民間輸送機と15000万5千ポンドの吊り下げ能力を持つフライングクレーンの2機種の派生型が構想されており、1956年3月にウエストランド社は交換スペースフレーム構造の胴体に操縦席、エンジン、膠着装置を取り付けた飛行可能な試験機材として最初の試作機を製造する決定を下した。 製造価格を廉価に抑えることに重点が置かれたため可能な限りウエストランドホワールインドやブリストルフレーターのような機体からの規制部品を流用が図られた。この試作機は1958年2月に完成し、通常の静止試験や機器試験、エンジン稼働試験や約20時間の地上経流でのエンジン試験が実施された後の6月15日に初飛行が行われた。 試験飛行では顕著な振動を示した結果、試作2号機には、シコルスキー S-64 から流用した6枚ブレードのシュローターへの換装を含む様々な設計変更が施された。一旦法令で定められた10時間の飛行をして、この最初のウエストミンスターには G エイプルの登録記号が付され、試作2号機の製造が始まった。この時期に海軍本部は、 ウエストメンスターの計画がエセックスの開発を遅延させていると感じ始めた。これは単なる幻想でしかなかったが、この大型機にとっては縁起の悪い予兆でもあった。しばらくの間作業は続けられ GA プル機のスペースフレームは表面をポリエチレンテレフタラートハフで覆われた木製の流線型の外角で囲われて、シュローターは実験用の6枚ブレードのものに乾燥された。 試作2号機は G アプッチの登録記号が付され1959年9月4日に初飛行を行った。飛行テストは続けられたが英国のヘリコプター製造業界は流動的な状態でサンダースロー社、ブリストル社、フェアリー社のヘリコプター部門の全事業をウエストランド社の下で合併させている最中であった。この過程でウエストランド社は2機種のウエストミンスターの 潜在的ライバル、ブリストル194とフェアリーロートダインを抱え込むことになった。ロートダインはすでに飛行しており政府出資の計画でもあった。合理的な判断が下され、ウェストミンスターの開発は1960年9月に凍結された。2機の試作機は廃棄された。シコルスキー車から供給された部品は関税を課されないように取り外されて送り返され、機体は 廃棄処分の後に売却された、ウェストランドエアクラフトシンス1915。ありがとうございます。